皆さんこんばんは。今日も懲りずに、この町工場町工場のおっさんは、このふやけた顔の町工場町工場のおっさんは、レーザープリンターで映りますかね？映った映った。この町工場町工場のおっさんは、あれ？映り、うわ、まあ、目に悪いでしょうね、このレーザーっていうのは。多分に悪い、失明する可能性もあるかもしれませんね。この皮膚にも悪いかもしれませんね。何やってんでしょうか。この町工場のおっさん、なんと今日も髪の毛ボサボサです。それでもめげずに今日も。鬼さん、あります。いらっしゃい。みのなるものを行います。手前どもの町工場。手前どもは町工場。で、日夜仕事をさせていただいているわけでございまして、大きな案件が終わってですね。一応、小さな案件を今、大きな案件の途中でいろいろ、なかなかできなかった小さな案件をですね、今現在、懸命にいろいろと仕事をさせていた、ありがたいこと、仕事をさせていただいているわけですね。なかなかあれですね、暑いですね、残暑厳しい折でございます。どうぞ皆様、お体を大切にですね、ぜひ、間もなく秋がやってまいりますので、それまでは、なんとかこの暑いを乗り切りましょう。ということでございます。最近ですね、なぜかですね、いろいろご紹介いただくことが多くてですね、それもですね、年配の方ですね、私も、47歳になりますので、こんな若作りをして、苦労してないので、こんな若作りの顔のままいるんですけど、すでに私も47歳というふやけた顔になってしまってるんですけど、私より年配の方にですね、いろいろ、力のある方、と言いますか、まだまだ力、元気に、活発に動かれている方々を紹介いただいてですね、日夜、営業活動といいますか、手前どもの、乾燥機あるいはですね、燃料化システムについてですね、いろいろと、ご紹介いただいているありがたい話がございます。ただこれらについてはですね、検討していただいて、即座に決まる案件ではないという。特に環境分野っていうのはですね、息の長い分野でございまして、導入までにもなかなか即座に決まるような製品ではない。まあ、それに伴って金額も結構大きな案件になるわけなんですけども、なんとかですね、手前どもの町工場もですね、他社にはないものを作ってるわけですから、ぜひともですね、導入を決めていただくよう、日々、営業活動、あるいはですね、販売活動にもやるわけでございます。で、開発も続けながらですね、何かとご迷惑、ご面倒をかけることも多々ございますが、何卒今後ともよろしくお願いしたいという思いでございます。で、なぜこんな、セミナーをやっているかというのも、私も全然分かってないわけなんですけども、今日はですね、バイオマス基本計画、まあ、このバイオマス推進基本計画というのはですね、従来から何度も説明申し上げている通り、これ以前にバイマス日本総合戦略というのがあったんですが、これをより良きものにするということで、この昨年度の12月に閣議決定された内容です。それに基づいてなぜかずっと説明申し上げているんですが、今回でバイマス全体、バイマスゲリラセミナー全体から言うと313回目ですね。いつの間にかこんな回数になってるんですけど、ダラダラとやってますね、このおっさんは。ということで、ちょっと一言だけ申し上げたいんですが、昨日もですね、日曜日だったんですが、私仕事してたんで、そういう意味合いではですね、バイオマスセミナー、このアーニさんにバイオマスセミナーやらさせていただいたんですが、それ YouTube にアップしたんですね。ところがですね、昨日だけ、なぜかですね、この再生回数、この動画の再生がですね、昨日のですよ、昨日日曜日の動画の再生、この青二歳バイマスゲラセミナーの動画の再生回数がですね、極端に多かったんですね。通常はですね、1日で再生回数5とか10とか、その程度の数字なんですが、なんと昨日だけは270何回と
というびっくり玉上げるようなですね、数字が出てきたわけです。出ていたわけですね。私はそれはけっきりですね、スパムアクセス、多分スパムアクセスだというふうに思ってたんですけど、この YouTube の内容をよくよく調べるとですね、なんとYouTube の画面で、紹介する YouTube の前、にアップした内容を紹介するアップし、あのアップした内容を何言ってんの、アップした内容をですね、紹介する画面が、画面というかサイトといいますか、そういった箇所のページですね、ページがあるんですけど、そこになんとこのおっさんのですね、動画がアップされていたと、そこに紹介されていた。そのためにですね、200何十何回という数字が、たまげるような数字が出ていたということがございました。ただそれが言いたかっただけなんですけど、それでもう5分を過ぎてしまいました。それでは早速今日も、このバイオマスゲリラセミナー、今日はですね、バイオマス活用推進基本計画の研究開発ですね、研究開発。このバイオマスにあた研究は重要な、今後バイオマス利活用というのを進める上でやはり技術的な研究開発には十分に必要であるというふうにこの内容にも書かれているわけでございまして、それについての説明を今回よりですね、何回かに分けてまたご説明申し上げたいというふうに思う次第でございます。はい。で、早速いきますけど、ごめんなさい。あちゃちゃ。これで第4というふうになってます。第4ですね。で、バイオマス活用に関する技術の研究開発に関する事項ですね。バイオマスに活用、バイオマス活用に関する技術の研究開発に関する事項。実はこの内容第4になってますけど、バイオマス活用推進基本計画の中で最後の項に、この項目が入ってます。というのは、これが最後の取りまとめ。つまり、バイオマスは今後、技術開発するにあたって、どういうことを考えて技術開発するべきかということについて述べられています。で、まず、この、カーボンネットじゃなくて、このバイオマス。まず、バイオマスですね。これが危ない。バイオマス。バイオマス自体はどういった課題があるかということをまず謳われています。それはどういうことかというと、まず、このバイオマスっていうのは当然持続的に再生可能。化石燃料であればですね、枯渇の問題、つまりいずれなくなるということがあるんですが、ところがですね、この属が間違ってますね。利悪、自悪的って書いてますね。これ持続的の間違いなんですけど、バイオマスは持続的ですね、再生可能であると。生物由来、植物由来である、このバイオマスというのはですね、太陽光、土、水があればですね、植物由来ですので、必ずしや衰退というかなくならない。ところが化石燃料は化石、あるいはあくまでも化石ですので、掘ってしまえばなくなってしまうわけですね。使ってしまえば。ところが、バイオマスについては持続的で再生可能であるというのがまず大きな特徴。2番目にカーボンニュートラルである。この植物という、植物由来の、植物由来の、バイオマスというのはもちろん人間そのものが植物がないと生活というか生きていけないわけなんですけど、この植物自体の成り立ちはですね、太陽光と CO2 と水、土が関わってくるんですけど、これは CO2 を吸収してなんと太陽、光合成ですね、まあ、つまり光合成とは CO2 を吸収して、そして、酸素を排出すると。酸素を排出する。そうするとですね、このカーボンニュートラルと書いてますけど、要するに、何でしたっけ、今日はちょっと眠たいんですよね。頭がぼーっとしてて申し訳ないんですけど、この、何ですか、バイオマスですね。このバイオマスっていうのはですね、結局のところ、燃焼して CO2 を排出したとしても吸収して成り立っているからプラマイゼロである。これがカーボンニュートラルという発想なんですけど、この大きな特徴2点があるわけですね。持続可能、再生可能である、あるいはカーボンニュートラル、CO2 が増えませんよ。温室効果ガスの筆頭に挙げられている悪者である CO2 を結局は燃焼したとしても排出しませんよということが謳われて、これがやはりカーボンニュートラル、バイオマスというのは今後ですね、やはり利活用を進めなくちゃいけないと。
その他に大きなポイントとして実は、廃棄物をなるべくなくそうですね、埋め立てするばかりじゃないという意味でリサイクルして資源リサイクルであるということでのカーボンバイオマス、あるいは、森林再生ですね、持続可能循環型社会での森林は水あるいは国土保全、国土の 66% を占めています。そういった森林を守ろう、あるいは森林の活性化、あるいは CO2 を吸収します。森林は当然植物ですので木材は CO2 を吸収します。そういう意味合いではですね、やはりこのバイオマスというのは国土保全とかそういった意味合いもある、資源リサイクルでもある、廃棄物をなくすという意味合いでもやはりこのバイオマスというのは今後人間生活にとってなくてはならないといいますか、利活用すべきものであるという発想が根本にはあるわけなんですね。ただこのバイオマスについての問題点、当然出てくるわけであって、広く薄く存在する。これがポイントですね。広く薄く存在するとどうするかという、どういうことかというと、収集にコストがかかる。まず集めるのにコストがかかってしまう。あるいは、このバイオマスは一定の品質の原料を安定的に共有が困難。これに広く薄くっていうのがかかってきますけど、安定的に供給がなかなか困難である。で、一定の品質、植物ですので、これが一定のものかっていうのはなかなか言いにくい面がある。そういった課題をですね、なんとか克服しないといけないと。これを研究開発しないといけない。課題克服ですね。それで課題克服はどうやってやるかということになっていくんですけど、今日はですね、全般的な話なんで、ちょっと眠たくなっていませんか？私ももちろん眠たいんですけど、個々の技術開発のみではないと。バイオマスはいろんな種類がありますけど、その個々の技術開発のみではない。技術の統合ですね。つまり、具体的に言うと、収集、運搬、変換、加工、利用。これを一つのシステムと捉えて、事業的に成立する技術体系。全体的に一つに結びつけた、この事業的に成立すべき技術体系を蓄積、構築しなくてはならないということが言える。つまり、技術の統合ですね。あくまでも個々ではないと、個別ではないと。全体で技術開発というのは、研究開発というのは必要ではないか。ということが謳われています。で、バイオマス利用についてはですね、どういうふうにということで具体的に書かれてますけど、今現在やはり技術的社会的には未成熟であると。このバイオマス利用というのですよ。バイオマス利用というのはあくまでも技術的社会的には未成物。だから未成熟ですね。はい、そして研究開発。今回の題目に謳われている研究開発。これは不確実性が大きい。いいので、大きいものが少なくない。つまり、なかなかこの将来的にですね、いくら技術開発したとしても確実なものが得るかどうかというのもなかなか分かりにくい面があるわけですね。これね、本当にその技術研究開発したところで成果が現れるのというところもやはりあるのは、ある分もあるということをやはり謳われています。しかしですね、産学官が皆さん協力して問題点をまず共有して計画的に解決していこうじゃないか。で、社会基盤を進めていこう。このバイオマス利用という社会基盤をやはり進めていくのは重要なことではないかというふうに書かれているわけですね。これが今回はこのバイオマス活用に関するバイオマス活用に関する技術の研究開発事項についての前段ですね。こういう背景があって、やはり研究開発っていうのは、このことを頭に入れつつ、やはり研究開発っていうのは進めなくてはいけないではないかというふうに謳われています。皆さんどう思われますか？私はそうであろうと思います。確かにこのバイオマス利用っていうのはですね、なかなか知られてない分野も多々ございます。今日お邪魔したところではですね、お話申し上げられたんですけど、アミノ酸が多い焼酎粕ですね。焼酎粕を家畜にの飼料として使うとですね、とても生育がいいというのが実際あるらしくてですね、この焼酎粕の利活用の方法として飼料というのも一つのこの活用方法の一つであるというふうに言われてました。これもあくまでも廃棄物系、バイオマスのリサイクル
あるということが言えるわけですね。そういった意味合いでも今後も研究開発っていうのは全体を担いながらやらなくちゃいけないということでしょうね。さあ皆さん、さようなら、ありがとうございました。今日はこれで終わります。